国立先生。はい。転任早々いきなり新入生の担任は大変でしょうが、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。どうしたんだ。クラス委員を決めるぞ。はい。うん。白衣。ああ、まずは委員長から。誰かやってみようと思う人。以外立候補いないのか。あ、じゃあ決まりみたいだな。ほら、学校でゲームは禁止だぞ。先生が預かっとく。先生、院長やったら内心良くなるって本当っすか？ん？ならやっぱ俺やりてえ。お前今から内心気にしてんの？必死すぎだろ。そうだな。というか今の発言で悪くなるだろ普通。やっべえ。でも榎本はそんなこと関係なくやる気があって立候補してくれたんだよな。はい。ん？よし、じゃあ次決めるぞ。院長なんて面倒いのに榎本さんありがとう。工藤先生、お昼ご一緒しません？てか卵焼き美味しそう。自分で作ったの？何でもできちゃいそうだもんね。いや。お前な。和宮です。あ、和宮な。って、ここは教員室で、そこは俺の机だ。そしてそれはさっき取り上げたゲーム機だ。しれっと何遊んでるんだよ。募集されたのを取りに来たらあったんで、つい遊んでしまって。ああ、素直でよろしい。いや、じゃなくてお説教してから返すつもりだったが。もう学校持ってくるなよ。はーい。
って言ってるそばから何遊んでるのかな。学校では今日で遊び納めだと思って。放課後まで没収、友達とでも遊んでなさい。ゲーム以外でな。先生、私友達がいません。え？だから友達ができるまで先生友達になってください。は？先生、どこへ行くんですか？学食。なるほど。ついてくるのか？まあ、迷惑であればやめます。一人でしりとりでもして遊んでます。一人で。カズミヤは何食べるんだ？え？いや、私はさっきウェダーイン飲んだので。バカ！成長期の子供がそういうことするんじゃない。ちゃんとした食事から栄養を取りなさい。いただきます。先生は？ん？先生はおばあちゃんみたいですね。お父さんならまだしも、おばあちゃん？うん、褒めています。いただきます。はい、もう持ってくるなよ。はい。うん、じゃあまた明日。なんで帰らないの？あ、お構いなく。ここで待ってるだけですか？友達は一緒に帰ったりするものでしょ？こっちなんで。カズミヤ、いい加減つきまとうのはやめなさい。なんでですか？友達は他に作ればいいだろう。ああ、先生もお前の友達作り手伝うから。誰かいないのか？ほら、友達になってみたいやつとか。おい！別に、一人もいません。和宮さん、先生とよくいるよね。野本さん、院長としてどう思う？どうって、楽しそうで。
羨ましいですわ。最近あいつ来ないな。別に一人もいません。ちょっと悪いこと言っちゃったかな。失礼します。和宮、どうした？いました、友達になりたい人。え？栗原里穂か。確か結構なお嬢さんで先生方の評判もいい子だが、もう話とかしてみたのか？いいえ、私コミュ障なんです。だから先生セッティングお願いします。お前な、突然すまんな、栗原。いえ、何も問題ありませんわ。私、クラスであまり他の方とお話しすることがないので、こういう場を設けていただけて、とても嬉しいです。え？ちょっと、もしかしてお前、友達いなさそうな子見つけてきただろう。何のことか。私にはさっぱり。お二人はお付き合いされているんですか？え？いや、なぜそんな発想に？いえ、とっても仲睦まじそうに見えたものですから。いやいや、そんな気持ち全くないし、いや、っていうか俺教師ですから。ほら、恋愛にはそんなもの関係ありませんわ。実は私、先生の恋人になりたいと思ってましたの。え？いやいやいや、俺は全く学校中のどの女子とも付き合う気なんてこれっぽっちもないですからね。そうですか。では私が学校を辞めれば解決しますね。そうじゃない、カズミヤ、どうにかしてくれ。この状況、お前が指名したんだぞ。帰ります。え、おいカズミヤ、カズミヤ、待てって。どうしたんだ？いえ、別に。ただちょっと私とは合わないかなと思って。確かにちょっと変わってるが、それはそれにしてだ、友達になりたいって言ったのはお前なんだから、先に帰るなんて非常識だぞ。いきなり告白をするあの人は非常識じゃないんですか？ジョークだろ、あんなもん。それは置いといて、今はお前の態度の話をしています。ずいぶんあの人の肩を持つんですね、このロリコン教師は。だから俺はそんなつもりみじんもないっつうの。すまん、つい声が。とにかく先に帰るにしても、ちゃんと栗原と話をしてからだな。嫌です、あんなクソビッチと。こら、そんな言い方するもんじゃない。なんで私ばっかり、ん？私ばっかり怒られて不公平です。こんなの、私だって先生のこと好きだもん。今泣いてた。俺生徒泣かせちゃった？え、でも俺を好きって言っ
ってたよな。したもんかな。先生、おはようございます。クレアラ、おはよう。昨日は突然お付き合いしたいなんて言ってしまってすみません。あ、いや、両親にも話してきちんと OK もらってきました。俺は絶対 OK しないけどな。あと、もう少し離れてください。どうしてです？いや、クレアラ、だって離れなさい。クレアラ、あのな、あ、カズミア。何ですか？あ、おはよう。おはようございます。笑ってねえ。おかえりなさい。ご飯にします？お風呂にします？それとも教員室だから、勝手に入ってるとかおかしいから。先生にお昼を用意してきたんです。どうぞ召し上がれ。はあ、俺はそういうものは受け取らない主義だから、栗原が自分で食べなさい。あ、そうですか。体育の工藤先生には喜んでいただけたのですけど。いや、工藤先生はよくても俺は。なるほど、お弁当はダメなんですね。わかりました。次からは参考にしますね。では、これで失礼します。え？お弁当は一応置いときますので、ご自由にどうぞ。あ、いや。失礼します。なんだ、カズミヤか。びっくりさせるなよ。意外と普通ですね、反応。私だって先生のこと好きだもん。いや、まあ、なんつうか、その、あの時はちょっと言い過ぎたなとは反省してる。不公平にしようとか決してそういうんじゃなくてだな。って何やっとんじゃん！いや、捨てようと思って。食べ物を粗末にするんじゃありません！でもこれビッチの弁当でしょ。だからそういう見方やめろ！そうだ、俺は教師としてこういうのを受け取れないから。カズミヤ、これ食べてくれ。嫌です。いや、そんなこと言わずに。絶対嫌です。
しかし少しだけ味見してみようかな。受け取れないんでしょ。はい。ごちそうさまでした。うまかったか。はあ、おいしいわけないじゃないですか。めっちゃ満足そうじゃねえか。いいえ、でももしまたあのビッチがお弁当を持ってきて困ってたら言ってください。嫌ですけれど仕方なく食べますから。しばらく節約せねば。いただきます。まあ佐藤先生はカツ丼が好きなんですね。覚えておきますわ。いや、ありがとう、嬉しいな。鳥立ち先生、よろしいですかな。ほら、科学の佐藤先生と一年新組の栗原君ですね。先生は担任でしたか。ええ、よく生徒を把握されてますね。彼女は成績優秀で期待されていますからね。それに我々教師への気遣いも忘れない。食べちゃってごめんねみたいな。先生ったら素敵ですわ。実は私も一緒に食事をしたことがありまして。うまい弁当たらふく食った後に人の机で寝るか。失礼します。お弁当箱の回収に伺いました。ああ、ちょっと待ってな。はい。あら、軽い。召し上がってくださったんですか。あ、いや、俺じゃなくて和宮が全部。そうですか。仕方ないですものね、先生の主義なら。あ、悪いな。あ、でもこいつはうまかったみたいだぞ。まあそれはよかった。なあ栗原、こんなこと頼むのもあれなんだが、和宮と仲良くしてやってくれないか。ちょっと難しいところもあるが、根はいい子だと思うんだ。もちろんですわ。私和宮さんとは結構気が合いそうだと思ってましたもの。先生に夢中なところとかとかなんとか言って、他の先生にも同じようなことしてるんじゃないのか。そういうのはやめなさい。それは俺だけにしろということですか。違う、ただ単純に疑問に思っただけで、俺はお前の気持ちに応えるなんてことは断じてないから。あ、いや、別にお前のことが嫌いとかじゃなくて、俺は教師としてのけじめをだな。やっぱり邦彦先生は面白いですね。私、邦彦先生の恋人になりたいと言った覚えはありませんわ。え？実は私、先生の恋人になりたいと思ってましたの。とはいえポイントは急上昇中。
科学の佐藤先生と日本史の田中先生に次ぐ勢いですもの。子供たちに教育をするという素晴らしい職業、その中で芽生える禁断の恋、先生って素敵。変態、このクソビッチ。ほら、起きていらっしゃったの？つまり栗原は俺個人じゃなくて先生全員が恋愛対象なのか？そんなことはありませんわ。国彦先生はチョロそうで好きですわ。失礼します、榎本です。日直日誌を持ってきます。お疲れさん。先生、校内でそういう行為はやめてください。失礼しました。ほら、怒られたぞ。でも不思議ですよ。私がしたいことをしてるだけですのに、なぜ先生が怒られるのか。それはここが学校であり、教師である俺が生徒を清く正しく指導する立場にあるからだ。かっこいい。そんな先生と和宮さんもイチャイチャしたいと思うでしょ。は？私は先生の友達です。一緒にしないでください。まあ皆さん禁欲的なのですね。ともかく話はそれたけども、友達ってのはいいもんだぞ。特に高校時代の友達ってのは一生ものだと思うし、もっと教室でトランプしたり、放課後一緒にカラオケに行ったり、ここにいるよりも楽しいことがいっぱいあるだろう。それ先生としたらいいんじゃないですか。名案です。不本意です。そんなことありませんわ。素敵です。どうしてそうなる。私とお友達にならない？いやー、よかったな、和宮。榎本もありがとな。いえ、前から気になっていたんですが、教室でほとんど見かけない和宮さんがこちらにいるのを見て、クラスのみんなとの橋渡しができないかと思って。余計なお世話。さすが学級委員長。なあ、和宮。先生は私が榎本さんと友達になったら嬉しいですか？そりゃ嬉しいさ。わかりました。ご趣味は？え？お見合いか。お菓子作りと読書でしょうか？私はゲームです。特にシュミレーション RPG が好きです。会話続いた？ごめんなさい、ゲームはあまり詳しくなくて。好きな漫画は何ですか？じゃあ俺はこれから会議だから、戻るまでここ使ってていいぞ。しばらく顔の筋肉と脳みそを休ませれば。普段どれだけ会話してないの。和宮さん、学校内での恋愛ってどう思う？興味ないです。同級生の男子とかバカばっかりですし。そうね、みんなもっと大人になればいいのに。
大人。邦彦先生みたいに。え？そうね。でも先生は恋愛対象になったりしないですけれどね。先生だもの。恋愛対象っていうのはどういうことなんですかね。好きだったらもう恋愛なんですかね。え？恋愛、男女が互いに相手を恋し慕うこと、またその感情。何の話してたんだ。女子トークです。楽しかったですよ。はい、私も和宮さんとこんなにお話できるとは思ってなかったです。あ、そうか。なら二人で下校するって流れにならないか。普通榎本も電車か。はい。あ、じゃあ気をつけて帰るんだぞ。また明日ね、和宮さん。また明日。榎本、今日はありがとうな。いえ、和宮さんはもっとみんなと仲良くできると思うんです。うん、あと栗原もな。ある意味和宮より難しそうだが、まあ悪いやつではないと思うから誘ってやってくれよ。頑張ります。なので、私も時々先生のところにお邪魔してもよろしいですか。その必要はありません。榎本さんとは友達になりません。和宮さん、驚かすなよ。帰ったんじゃなかったのか。先生、その人は先生のことが好きだから私を口実にして近づこうとしたんです。は？何をおっしゃってるのかさっぱりわからないのですが。だよな。和宮、何言い出すんだよ。榎本に失礼だろ。失礼します。おい、榎本、落としたぞ。先生、最近先生がクラスの中で人気だって評判ですよ。あ、いや、まあなかなかクラスに溶け込めなかった子も先生には懐いてるとか。尊敬します。
あ、いやそんな。お互い頑張りましょうね。はい。褒められた。何にやけてるんですか。別ににやけてないし。全力でにやけてますけど。やっぱり先生はああいう大人の女の人が好きなんですか。はあ、先生こちらにいらしたんですね。教員室にいらっしゃらなかったから探してしまいました。さあ参りましょう。おい、しつくんじゃない。どうした。別に友達なら手とかつなぐものでしょ。両手に花ですわね先生。え、まあ国立先生、一体どういうことですか。長谷川先生、ハレンチにも程がありますよ。あ、いや、これは違う。何が違うんですか。長谷川先生、実はこの二人はクラスで孤立していて、国立先生はいつも相談に乗ってくださっているんです。あら、そうなの。榎本さん。はい、私も協力していますし、しばらく多めに見ていただけないでしょうか。お願いします。あら、そう。学級委員長のあなたがそう言うんだったら仕方ないですね。でもあまり目立つ行動はしないようにしてくださいね。あ、はい。申し訳ありません。以後気をつけます。よろしくお願いしますね。このような感じでよろしいでしょうか。はい。かっこいいですね、お父さん。言ったことは全部本当のことですから。お二人とも肝に銘じてくださいね。はい。はい。それと、先生、先日は本当にすみませんでした。ああ、あの件はもう気にしてないし。あの件とは？定期入れに先生の写真が入っていた件です。そうじゃなくて、突き飛ばしてしまったことです。あら、榎本さんも先生のことが好きなのですね。ライバル同士仲良くしましょう。違います、私は。はいはい、みんなもう授業が始まるぞ。ほら解散。はい、わかりました。ほら、先生に褒められたし、よしとするか。うん。よし。エロ親父。カズヤ。授業は？体育なのでサボりました。ほら。大丈夫です。保健室に行ったことになってますし。いや、嘘に嘘重ねてるじゃねえか。いいじゃないですか、ちょっとぐらい。よくないっつーの。戻りなさい。いいじゃないですか、ちょっとくらい。何ムキになってるんだ。結果的に怒られるのは俺なんだぞ。知りません、そんな。とりあえず100歩譲って保健室に行きなさい。なんなら俺も付き添うからな。どうした？何かあったのか？先生のそういう優しいところ、ずるい。みんな先生のこと好きになって、私には先生しか友達いないのに。国彦先生、私友達ができました。
そんな日が早く来ればいいな。別に俺はお前から離れたりしないからな。チョロ。そんなだからつけ込まれるんですよ。何？ああもういいから戻りなさい。先生どうされましたか？要するに国立先生は生徒にモテて困っていると。いや、まあ自意識過剰かもしれないんですけど。でもこの年頃の女の子なら珍しくないと思いますけどね。でもスキンシップが過剰な子もいると思うか。もういいから戻りなさい。恋する気持ちは誰にも止められないですからね。卒業したら真面目に交際してみてはどうですか？必要なんですね。え、よく混ぜてね。はい。そう、卵もね。学校で料理するって新鮮で楽しいですわ。そうだ、邦彦先生にも一つお裾分けを作りましょう。先生はそういうの受け取らないって言ってたじゃないですか。でも今回は授業の成果物ですわ。問題ないはずですわ。ならば私も何かお手伝いさせていただきます。連名で差し上げてはどうでしょう。あら、榎本さんは隣の班では？それはお気になさらず。連名なら私も賛成ですよ。卵を割ったのは私ですし。私は隣の班なので見ています。お二人ともご自分でお作りにはならないのですか？こんなに簡単ですのに。の課題か。わかった。そういうことなら。はい。私が卵を割りました。貢献度低くね？うん。うまい。まあ、よかったです。いやー、みんなのこういう共同作業が美しいな。そうですか。大勢で一つのものを作るのは楽しかったですわ。和宮さんも、ね。まあ。よし、六限始まるぞ。頑張ってこい。はい、失礼します。うん。あ、
カズミヤ。はい。つけ込んでみた的な。あ、いや、そのお前も友達できてきたな。じゃあ今度は先生のお宅にお邪魔してたこ焼きパーティーしません？ちょっと待って栗原、なんでそんな話になるんだ？粉物続きだからですわ。クレープの次はたこ焼きですよ。楽しみだわ。私もです。って俺は認めてないぞ。俺の方が意識しまくってるじゃねえか。からかうとムキになるところが可愛いですよね。もっといじめたくなりますわ。え？出た変態。和宮さんにとってやっぱり先生は友達なのですよね。え？ならば恋のライバルにならなくて済みそうでよかったですわ。先生。お、どうした？この前の。もういいから戻りなさい。勘違いしないでくださいね。はい。外国では友達同士でもキスするものですよ。そうだな。じゃあ、バーカ。気をつけて帰れよ。先生、こんにちは。え？ああ。かな。おはよう。おはようございます。あのね、私昨日ね、国彦先生とキスしちゃった。え？嘘じゃないわよ、証人だっているんだから。和宮さん？そう。ねえ、かずみちゃん。見たよね、私と先生がキスするところ。見てません。どちら様ですか？え？いいわよ。だったら昼休み、先生に直接聞きましょう。ねえ、先生は覚えているでしょ？いや、覚えてるよね。何のことだ？あれ、先生もその子みたいにしらばっくれるの？和宮さん、どうなんです？
ちょっと先生が困ってらっしゃるじゃないですか。はあ、いいわ。じゃあ分かった分かった。やり方間違ってた。え？あ！今ここでしちゃえばいいじゃん。は？あ！やめてお姉ちゃん。お姉ちゃん。いや、英子ちゃん、冗談よ、冗談。冗談でも、やっていいことと悪いことが。絵の音、手大丈夫か。英子ちゃん、来ないで。絵の音さんにもお姉様がいらしたなんて、初耳ですわ。彼女は、絵の音しおりくん、2年生だ。しおりさん、しおりさんも邦彦先生を好きなのですね。姉妹で一人の男性を取り合うなんて素敵。は？冗談じゃないわよ、こんなバカ教師。なんとも思わないわ。え？私はただ好きな人が取られた時の英子ちゃんの顔が見たいの。かなりのクズですね。こら、いや、そもそも榎本が俺のこと好きという前提がおかしい話で。は？定期入れにあんたの写真が入ってたわよ。完璧好きってことじゃん。確かに。いいわ。じゃあ先生、私と一緒に来て英子ちゃんに告白してくれない？は？今大事なのは英子ちゃんの機嫌を直すこと。そのためには英子ちゃんの望みを叶えてあげないと。まあ、どこまでもクズ。わかった。行くぞ。ただし、一緒に謝りに行くんだ。え？あ、いたいた。えいこちゃん。お姉ちゃん。先生も。すみません。ご迷惑をかけた上。あんなみっともない姿をお見せして。ガラスも弁償しますから。ああ、いいって、気にすんな。エイコちゃん、先生がね、エイコちゃんと付き合ってくれるって。だから許して。だから人をバカにするのもいい加減にしてよ。お姉ちゃんはいつもそう、私の嫌がることばっかりして。大っ嫌い。エイコちゃん、先生にまでご迷惑をかけて。いくら私が嫌いだからってひどすぎるわ。榎本、それは違うと思うぞ。でも、ほら、ちゃんと思いは言葉にして伝えないと伝わらないぞ。私、本当に英子ちゃんのことが大好きだから。先生とのこともどうにかしてあげたいと思って。なのに、なんかずれていってしまって。だから
なこと言われたら。先生に免じて許してあげるしかないじゃないですか。昨日のクレープ興奮剤を入れたので邦彦先生がしおりさんに反応してたら大事でしたわ。本当のクズはあなたです。冗談ですよ。あいつらが来ないなんて。今日は珍しいな。雨が降るかもですね。カズミはびっくりさせるなよ。驚きすぎです。ここは全校の下駄箱です。偶然一緒になることくらいありますよ。まあな。今日は栗原たちは一緒じゃないのか。明日の準備があるので帰りました。明日の準備。やっぱ振られたな。風邪ひくぞ。ちょっと持っててください。そういえばその白衣、入学式の時着てなかっただろ。いつも着てるけど、なんか理由でもあるの？別に、趣味です。あ、そう。本当は、ちょっとでも目に留まるかなって思って。目に留まる？まさか俺。だったらよかったですか？別に。カバン。ありがとうございます。あ、あ。早くやまないとね。もう少し降っててもいいですけどね。私は。どうかしました？いや、その…邦彦先生、どうかしましたか？したのよね。ちょ、こら、離れなさい。先生は、天国に行きたいですか？地獄に行きたいですか？え？
天国に行きたいです。間違いです。ということは地獄。正解です。ということで、いってらっしゃい。やっぱり天国がいい。お邪魔するって約束してたじゃないですか。じゃあ今度は先生のお宅にお邪魔してたこ焼きパーティーしません？してません。というかとにかく今日はダメなんで。帰りなさい。先生、どうしたんですか？すみません、風邪をひいていらしたなんて。自己管理がなってないわね。私たちが看病師差し上げますわ。少し台所をお借りしますわね。いや、もう移るから帰りなさい。私に移して先生が治るんでしたらいくらでも移してください。いや、移しても治らないから。はい、できました。先生、あーん。あ、いや、自分で食べるから。もう、お気になさらず。あーん。嬉しいですわ。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。冷えピタシートを貼りますね。どうも。お土産のアイスも食べてください。後でな。じゃあたこ焼き食べるよ。はい、おいしそう。ありがとう。ありがとうございます。俺って贅沢なのかもしれないな。しかしぶっちゃけ国彦先生ってパッとしない男なのに、なんでモテるのかね。ねえ、こちゃん。え、それは皆さんがなぜ好きになったかは知りません。でも私はクラス委員を決めた時。でも榎本はそんなこと関係なくやる気があって立候補してくれたんだよな。そう言ってくださった先生がとても素敵だなと思って。ありましたわね、そんなこと。でも今までで一番ポイントが高かったのは、先ほどお粥を食べてくださった時のあの笑顔ですわ。うまい。もう私と相思相愛ですわよね。何暴走してんのよ。今日は先生が弱ってるから止めてくれる人がいないんで。そうおっしゃる和宮さんは先生のどこが好きなのですか？え、やっぱり好きなんですか？一緒にしないでください。私は先生の友達です。じゃあその友達のいいところって何なのよ。
え？いいところ？私と一緒にいてくれるところとか。一緒にいてくれるところですか。そうですわよね。好きという気持ちに理由などないということですよね。だから違うって言ってるじゃないですか。和宮さん純粋なんですね。で、しおりさんはどうなのですか。何が。お姉ちゃんまさか。何よ、英子ちゃんまで。違うわよ。本当はどうなんですか。違うわよ。教えてください。違う、いいからもう。なんか顔赤くないですか。いい、見れてますわよ。そうですよ。教えてください。何ですか。3人面白かったから。もっと可愛いとこ通ってよ。ですわ。食べましょうか。食べよう食べよう。先生、本当に早く治るといいですね。っていうか、私にも移ってるかもしんないじゃん。帰ったら薬飲んどこう。治られましたら、またお邪魔しましょうか。携帯忘れてきました。あった。いつまで探してんのよ。お姉ちゃん。 ありました。もう協調性ないわね。現実か。だったら俺は。
カズミヤ、ちょっといいか。この前はありがとう。おかげで熱も下がって助かった。はい。その、あの時は熱でぼーっとしていて、あまり覚えてないんだが、その、なんか変なことしてしまってごめん。悪かった。変なことって何ですか？え？あ、いや、何言って。何が変なことだったんですか？だから、目が覚めたら、俺がお前を、和宮を、抱きしめてて。だから俺は、責任を取って、教師を辞め、そんなこと。なかったですよ。え？夢でも見てたんじゃないですか？え？いや、そうなのか。バカバカ！バカ！いや、でも俺は、っていうか、そんな夢に私を勝手に登場させないでください。だって先生は私の友達なんですから。カズミヤ、なんですよ。お前ら、そこで何してるんですか？何やら禁断の恋の香りに誘われて。先生、どうして和宮さんなんですか？私の夢を見てください。英子ちゃんの願いは私の願いよ。先生見てやって。私もウェルカムですわ。ちょっと待て、お前らこら、電源撤回です。あんなことしたエロ教師が私の友達なんて最悪です。え、和宮、冗談ですよ。お前ら全員
あずみちゃん食べる。ありがとう、おばあちゃん。学校、お友達できたのかい？ん？まあね。そう、楽しいかい？まあ、いろいろあるけど楽しいかな。変な顔。